あなたの心にいるハート。私はコンパイルハート。非公式ロボットのいるハートです。どうぞ皆さんよろしくね。ゲームに出るために演技力を鍛えよう！パチ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 ！はい、というわけで今回はですね、イルハートが実際にゲームに出演した時にね、演技、これがね、まあできないとね、ダメなわけじゃないですか。なんで今回はね、それを鍛えるために何やるんでしたっけ？演技なんですかね。でもロボットダンスとか言うしな、演技なのか、なんか微妙に突っ込みづらい題材。まあそうですよね。それでどうこの悲しきロボットを演じるんですか。好きだよ。責任者消す。責任者消す。どこにいる責任者。必ず消す。ティッシュ配りも、やる気がなさそうに、やりやがって。いや、だって、これストーリーおかしくないですか？なんかさ、まあ、正直さ、責任者でなんか、感情移入できないし、なんか全然、悲しさが表現できる自信がないんですよ。まあ、きっとね、こう世の中の女優さん、プロの方たちはね、こういうね、なんか好きでもない男性にね、もう感情移入してね、やりきるっていうのあるんでしょうけど。責任者消す。責任者消す。どこにいる責任者。必ず消す。ティッシュ配りもやる気がなさそうにやりやがって。ピッ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 。本当はこんなことしたくない。体が勝手に動く。私にも心があれば。責任者発見。ネズミの格好をしてティッシュ配りをしている。体が勝手に動く。操られて消すなんて嫌だ。操られて消すなんて嫌だ。消すなら自分の意思で消したい。消すなら自分の意志で消したい。あのさ、だってこのロボットなんか責任者消すの全然躊躇ないじゃないですか。消すなら自分の意志で消したい。別にさ、悲劇でもなんでもないじゃんこれじゃん。でも途中でちょっと疲れてきたわ。あとさ、あれじゃない？ティッシュ配りの件、いじりすぎだろ。いや、そもそもだってイルハートがロボット役で出るの。いや、質問無視か。はぁ、で何ですか？
これか、そうか、この手のひらにあるものが、心か。これやりたかっただけじゃないですよね。イルハートが好きなロボットは？え？ロボット、ロボット。いた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 、あのね、歌のプリン様のミカアイちゃん。いや、なんか、やっぱさ、出てきた時からなんかやったらこう、ハイスペックだなと思ってたんですよ。歌もうまいしね、ダンスもうまいしね。いやー、もうロボットみたいだなーって思ってたら本当にロボットでしたー。あ、これ言っちゃいけないやつかな。あ、待って、言っちゃいけないやつかな。待って、知らない人もいるかもしれないから、内緒にしときまーす。ピーってピーって入れといてください。でも、私は、ロボットといえば、歌のプリン様のミカアイちゃんが好きでーす。ウィーンかしら、ウィーンかしら、ウィーン。